池田駅前公園は大阪府池田市菅原町にある公園である。都市計画公園のうち外区公園に属する。阪急電鉄宝塚本線池田駅の駅前にある。遊具には滑り台などを持つ複合遊具の他にブランコや砂場がある。トイレが設備されている。園内には十数本のソメイヨシノがある。公園の南部にある都市の森には 次でできたテーブルと椅子に日よけをつけた休憩所が設けられている。1973年に公園の計画が決定する。1974年、元も々ともと市役所の庁舎が建っていた土地に公園を造成する工事が開始される。同年6月、都市の森が完成される。これは市の緑化推進事業として計画され、 全国の100の都市から寄贈された一木などを植樹したもので、面積はおよそ700平方メートルである。送られた木の中には、札幌市のライラックや沖縄市のハイビスカスも含まれる。1979年、公園のすべてが完成される。総面積はおよそ3500平方メートルである。1989年4月、池田市政施行50周年を記念して、 街角の図書館の1号館が設置される。2010年、電波ソーラー時計が設置される。池田駅の2階コンコースとステーション N ビルは歩道橋で直接つながっており、同ビルと東港園も歩道橋で直接つながっている。同じ区画の中に中央公民館がある。東側の道路を挟んで向かいには市役所がある。南端は国道176号に接している。 東へ170メートルほどのところに池田市立池田小学校がある。東へ500メートルほどのところに市立池田病院がある。南東へ50メートルほどのところに池田郵便局がある。南へ500メートルほどのところに安藤桃福発明記念館大阪池田がある。西へ300メートルほどのところにサンシティ池田がある。ありがとうございます。